宣言協定に加盟している EU 加盟国現在は、宣言協定には加盟していないが、将来的に加盟することとなっている EU 加盟国宣言協定に加盟していない EU 加盟国宣言協定に加盟している非 EU 加盟国事実上宣言協定に加盟している非 EU 加盟国国境審査を行っていない非 EU 加盟国宣言協定は、 ヨーロッパの国家間において国境検査なしで国境を越えることを許可する協定である。日本語で宣言条約と呼ばれる場合もあり、これは協定の形式をとる条約であるため間違いではないが、英語圏での正式名称である宣言アグリーメントをそのまま日本語を訳した宣言協定が一般的な故障である。中央の十字線が国境線を欧州経済、 共同体に加盟していた、当時の10の加盟国のうち、ベルギー、フランス、ルクセンブルク、オランダ、西ドイツの5カ国が1985年6月14日に、ルクセンブルクの支援源付近を流れるモーゼル川に、設定された三国国境地点に闘病していた、フランセス・マリー・アストリ号において署名した文書。またその5年後に署名されたシェンゲン、協定志向協定は、 宣言協定を補足する内容であり、協定参加国の間での国境検査を撤廃することを規定していた。宣言協定という用語は、この二つの文書を総称するものとしても用いられる。1997年に署名されたアムステルダム条約では、これら二つの宣言協定を欧州連合の法律として取り入れた。宣言協定によって、 国境検問所が撤廃された区域は2008年12月以降で25のヨーロッパの国に広がっており、その人口は4億人超、面積は431万2009平方キロメートルとなっている。欧州連合加盟国のうちアイルランド島のアイルランドと北アイルランドは、宣言協定の国境検査撤廃の適用対象から除外されているが、その一方でこの両国は、司法、 刑事面での協力に関する規定には参加しており、国境に国境検問所がない。また、ノルウェー領のスバルバル諸島は、スバルバル条約によって、定約国国民を平等に扱うことから、対象地域から除外されている。2021年現在、次の26カ国が加盟している。ノルウェー・フィンランド国境、両国は、宣言協定に加えて、 北欧両県同盟にも加盟している。第一次世界大戦以前は、それぞれの国がパスポートを発行していたが、国境において体系的な身元検査が実施されていたかはほぼ不明であり、他国間での渡航でパスポートは必要がなかった。戦争とその後の情勢において、国籍というものが重要な問題となり、パスポート検査は他国間での渡航において、 当然になされるものとなった。ところが、戦中、戦後のヨーロッパにおいて、パスポート検査が広まっていったにもかかわらず、一部の地域では、国と国との間での往来が自由なままだった。1922年のアイルランド、自由国建国直後に、イギリス、アイルランド両政府間での非公式な合意がなされ、両国間の国境の開放は継続することとなった。 この出来事を背景として AI 両国間で形成された共通旅行区域の存在とイギリスが支援源協定に消極的であったことからアイルランドも支援源協定への参加を見送ることとなった。1944年ベネルクスの各亡命政府は三国間での国境検査を撤廃する協定に署名し、この協定は1948年に発行した。 類似のものとして、1952年には、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンとこれらの国々の俗領は相互に自由な、渡航を認める北欧旅券同盟を結成した。これによって1958年に国境検査が撤廃された。もともと、宣言協定は、欧州連合の加盟国の間での意見の一致が得られず、 また実施できる状況にあった諸国が他の国の参加を待たなかったということもあって、欧州連合の枠組みの外で制定されたものであった。イギリスとデンマークは協定に参加していなかったが、ノルウェーや他の北欧諸国の参加が認められると、デンマークもこれに加わった。ヨーロッパの国と地域的機関の相互関係宣言権諸国のうち、ノルウェー、アイスランド、スイスは、 欧州自由貿易連合の参加国で、他の国はすべて欧州連合に加盟している。欧州連合加盟国のうち、イギリスとアイルランドは、宣言体制の一部にのみ参加している。ところが、アムステルダム条約で、宣言協定に関する法的枠組み、いわゆる宣言空きを、欧州連合の枠組み、空きコミューノテールに組み入れられた。とりわけ、 欧州連合理事会、後に共同決定手続きによって、欧州連合理事会と欧州議会が、宣言協定で設置されていた、執行委員会の機能を継承した。これにより宣言協定に加わる要件を定める、法令は、欧州連合の立法機関における評決で、制定されることになっている。また元々の宣言協定自体も欧州連合の枠組みで開廃がなされるようになっており、 修正にあたっては署名国による批准が必要ではなくなった。このため欧州連合に加盟はしていないものの、宣言協定には参加している国は、宣言協定関連の規定の改定に参加できる機会がほとんど与えられていない。このような国々が選択できる行動は、実質的に提示された規定を受け入れるか、あるいは宣言協定から脱退するかのいずれかしかないのである。 また欧州連合に加盟を申請しようする国は欧州連合側に受け入れられるために宣言県外との協会に関する政策が協定の基準を満たしていなければならないことになっている。ドイツ・オランダ国境欧州連合の基本条約における宣言協定関連規定の法的根拠はアムステルダム条約第2条第15項で欧州共同大設立条約に挿入されている。 この時欧州共同体設立条約に第四部として新たに挿入されたのが、著称、亡命、移民及びその他の個人の自由な移動に関する政策であった。リスボン条約では欧州共同体設立条約が欧州連合の機能に関する条約に解消されるが、合わせてこの部分は第五部、自由、安全及び正義の空間となり、一般規定、国境検査、 亡命、移民に関する政策、民事案件における司法協力、刑事案件における司法協力、警察協力の5つの章に分かれている。一般的に、宣言協定と呼ばれるのは、以下の2つの協定である。この2つの協定は、宣言空きの定義に関する理事会決定として、欧州諸共同体官法に掲載されている。またこの二協定は、欧州連合における、 シェンゲン関連規定の第二次法の中核となっている。三つ目の関連協定に2005年署名のプリュム条約がある。プリュム条約は宣言協定と同じ署名国によって署名されたことから第三次宣言協定とも言われる。シェンゲン関連の法令には以下のようなものがある。アムステルダム条約によって修正された欧州共同体設立条約では アムステルダム条約発効から5年間を移行期間とし、この間に欧州委員会からの法案提出、または加盟国の発議を受けて、理事会が全会一致で、宣言関連規定を採択することとしていた。この時、欧州議会の関与は、指紋を受けるだけに留まっていた。5年の移行期間が経過した後は、理事会は、宣言関連規定の一部、または、 全部を共同決定手続きで定めるということを全会一致によって決定することになっており、欧州議会はこの決定がなされることで、宣言関連規定の立法で、理事会と同等の権限を得ることとなる。そして、理事会は2004年に宣言関連規定の立法を共同決定手続きで行うことを決定した。これによって2005年1月1日以降は、 すべての宣言関連規定が欧州議会と理事会の両方によって制定されるようになっている。宣言県内では人間が国境を越えて自由に移動できるためにテロリストが容易に拡散する懸念がある。一度テロリストが県内に入れば追跡はまず不可能とさえ言われており、国境検問所の緩やかな国ではテロリストへの警戒も厳重ではない。 パリ同時多発テロ事件主犯格とされるアブデルハミド・アバウドも、たびたび国境審査官の通行許可を得て、国を渡ったことを明かしているように、テロリストが EU 加盟国のパスポートを所持していれば、国境検問所でも目立った問題なく、EU とシリアなどの間を自由に行き来できるケースも、多い。そのため、今までビザが免除されていた第三国からの渡航者に、オンラインビザイシャス。 エティアスの取得を2022年から義務付ける方針を発表した。参照サイト、中日欧州連合代表部2020年3月15日、ドイツ政府は翌16日より新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、隣接するフランス、スイス、オーストリア、ルクセンブルク、デンマークの5カ国との間で国境検問を実施すると発表した。 特別な理由のない外国人の入国は禁止された。2020年3月10日、フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、スロベニアとオーストリア、イタリアからの入国制限を行ったことを、誤った判断と批判したものの、感染者数の拡大に対応するため、同月16日には全国民に向けて15日間の外出禁止令を出すに至った。ありがとうございます。